いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでブームグッドさんですね。はい、オーバータイムエリートのインセプションとチャンピオンズリーグの日本版ですね。で、先にこっちがカートに入ってたと思います。こちらから先にお願いします。で、このね、休みの間にもうなくなっちゃいましたね。まあそんなに多くは入んないんで、もうどの製品も。もう来年はほんと、ね、パニーニさんだけで売っていくのか、どうしようかなっていう話もしてるぐらいですから。はい。じゃあまずは、こんな感じですね。アルマンサさんですかね。だから今年、あ、来年？来年のドラフト？あ、今年か。今年のドラフトってこと？ね、彼らね。TJ クラークさん。この間見たらなんか。アカパラですかね。はい。ディオ君。おう。ディオ。はい。ミッシアディオ。おう。やれそうっすね。うん。よいしょ。何を根拠にって。はい。青パラですね。マルドナード。エマニュエル・マルドナード。199。で、サインだ。はい。マリック・ボーマン。マリック・ボーマン。ピンクパラなのかな ?99 シリですね。うん、横型だ。オートジャージでしたっけ横型。おお、すごい。なんだこれ。これはなんだ、シューズ？ああ、これか。カタログの？でも縦型じゃないですね。横型だ。あ、分厚い。はい。ブライソン・ウォーレンですね。これ、シューズなんですか？プレイヤー・オン・メモラビリア。レリックなんですよね、トップスさんはね。足元見えないんですね、このインセプションがね。膝カットの写真が多いですね。腰カットと膝カット。どうなんですかね。ボールは黒だもんね。うん。シューズかな？ねえ。プレイヤーウォーンですから。はい。ってことで。シリアルはどこだ？あれ？ここだ。すいませんね。老眼でちょっとね。はい。近いとね、わかんないです。25-15ですね。25枚限定。はい、となりました。で、最後は、マット君。ですね。これちょっと分厚すぎるので、スナップで挟んで、ちょっとね、ダメージいかないように、ちょっと梱包します。はい。ね。まあ、ドラフトがこれからの選手がほとんどでしょうから。まあ、期待値ですよね。前評判。ね、無事ドラフトされてね、NBA 選手になってくれるといいんですけどね。なかなかエリートの中でも、ね、高校生、中学生、エリートと言われた中でもやっぱり、なかなかうまくプロになれるエスカレーターではないのでね。はい、こちらは、カード全部取り出してからカードチェックします。7パックですね。で、モジョリフラクターが、3か4。で、普通のモジョリフ1のシリアルが2枚か3っていうのがまあ一般的かなと。まあメンバーも悪くないと思いますね。ガビさん筆頭に。セッちゃんもスシ君もね、前評判は結構よろしい感じですから。はい、じゃあ行きます。はい、グリーンがありますね。
ルーキーは分けておきます。はい、まずはマウントですね。チェルシーのね、10番、19か、一瞬10番ね。はい、チェルシーは10番、どなたがつけてるのかな。あ、ガビいました。まあ目当ての選手は3箱1ぐらいと思っていただいていいかもしれないですけど、まあ3箱に1枚ぐらいのガビのルーキーと思えばですね。はい、ありますね。あ、寿司くんね。メッシ、はい、ニッコロさんのパープルかな、125インテルとモジョリフがありますね。クリロナもいました。メッシとクリロナベースいました。お、バルサのバルデさん、彼ディフェンダーですよね。はい、175ね、バルデ君、チェックが早い系かなね。カミソリカミソリね、反町くんだっけ。よいしょ、ね、はい、モジョは3枚でした。シリアル2のモジョリフ1で合計3。はい、となりました。こちらとオーバータイムエリートですね。そちらで25シリのシューズパッチオート、ちょっとはい分かりませんけどね、モジョリフはバルでルーキーでした。はい、じゃあこちらでね、発送いたします。またチャレンジしてください。ありがとうございます。